およーい。さあ今日も、ジャークチキンセンターの、準備を始めております。いろんな方のご協力をいただいて今日も頑張りたいと思います。今日は、いらないものをこう処分しているのと、あといらない不要になる壁とかをちょっと壊せるとこは壊していこうかなと思っております。じゃあ早速やっていきます。バールでこれで取り終わりました。いやいいっすね。これだけでもだいぶ外からね、光が入ってくるようになったね。明るい。あとじゃあこの骨組みを今日取っちゃいたいんで、金銭焼きお借りしました。連続でじゃあこの骨組みをじゃあ切ってみましょう。お願いします。逆回転だよ。変なところまで。気を取り直して。行きます。まだまだいろいろぶち抜くとこいっぱいありそうなんで。そうだ、これからまだ1点止めなんで。そうですね、はい、さあ入り口の、二重扉の部分も無事取り終わりまして、バルサン切る、あ切る、高田君今日はありがとうね。皆さんの力を借りてやっております。半分ぐらい。いや半分だ。
さあ、今日もジャークチキンセンターオープンに向けて準備をしております。やっちゃうぜ今日はジョン君が手伝いに来てくれてるぜ。何やってんすか？え？何やってくれてんすか？男の釘抜きだよ男の釘抜きやってもらっております。長は釘抜きするんだよ。長は釘抜き。はい、皆さんいつもありがとうございます。ジュラシックアースのジョンです。ジュラシックアースさん、はい、グアングッド店頭でもう買ってくれた方も多いと思いますけど、ミック CD バイユアサイド作ってます。またどんどん新作も作りますんで、皆さんもう車にまずは1枚それぞれ1枚ずつみんな買ってください。家に3台車があるんだったら3枚買ってくださいね。1台につき1枚ですから、よろしくお願いします。さあ、じゃあジョン君もそろそろやりますか。そうだな、もう一汗かいたしな何キャラってありがとうございました。ありがとう。いやまあ、また手伝い来てください。イエロー。じゃあ自分はもうちょっと頑張ります。さあ、では引き続き作業の方やっていきたいと思います。今からこの後ろにあるこの壁の部分を、この中の部分のね、内張りっていうのかな、ここだけ、引っぺがしちゃおうかなと思います。最終的には、この結構ガラス張りとかでね、外から見ても、中が見やすいような、お店にしたいと思うので、まずはね、この中の壁の部分を今からぶっ壊していきたいと思います。じゃあやってきます。およー、こんな感じで穴開けてこの壁を引っぺがしていきます。さあ、終わりました。ここがガラス張りとかになって、外からも見えやすいお店になる予定なんで、期待しててください。およーい。今作業してたら、消火器に角材が当たって、消火器からプシューと粉が出てきました。気をつけましょう。
さあということで、内張りも剥がし終わって、おお、さあ作業してたら手伝いに来てくれました、ケンちゃん。はっ、クリスマンちゃん。やばい、ありがとうね。やばん、一応そのカウンターのこの部分を今日取ってしまおうかなと思います。ちょっとこの角のところがちょっと悪くなってたんで、ここですね、カウンターのこの部分、これ今からケンちゃんと一緒に取っていきたいと思います。やっちゃうぜ、よろしくお願いします。およーい、やってます、ありがとう。じゃあ引き続きやっていきます。イエス、ありがとう。およーい。さあというわけでケンちゃんが手伝ってくれたおかげで、解体も順調に進みました。だいぶすっきりしてきたので、次はね、ここに入れる厨房機器、冷蔵庫とか冷凍庫とかね、シンクとか、そういうのを探しに厨房機器屋さんに、明後日ぐらいに、行こうと思います。あと保健所に、飲食店開業の相談に行ったりとか、間取りとかそういうのについて、ちょっと相談に行ったりとかも、したいと思います。順調にみんなのおかげで、順調に準備も進んでるぜ。さあじゃあ引き続きやることやっていきます。ブン。By Your Side Volume 4, Sweet and Bitter Covers, mixed by John. They say when Jurassic Earth is playing, Jurassic Earth are the best, me tell ya!